中二の息子、置いてきましたのコーナーです。置いてきた張本人、居酒屋帯けの女将さん、山田美由子さん、今週、そしてね、11月末もよろしくお願いいたします。白鳥が来ますよ。白鳥か。はい。もう冬ですね。冬か。もう来月で終わりだもの。だ。はい。仙台セリ鍋のバビスケは、白く太い根っこ甘いよ。セリは体にとってもいい。 仙台サリナブやってます。ぜひ来てください。わきわきわっきーの母ちゃんでした。確かに今年、まあ十一月は今日含めて、4日だもんね。来週はもう12月、師走だわ。か。で。そう。さて、今日は。はい。ノーベル賞制定記念日。おお、そうですか。うん、あの、この間ね。 そう、あの日本被団協。そう、そう、そう、取りましたね。素晴らしい、ね。素晴らしい活動ですよ。この日ね、まだノーベル賞が、こう、授与される日とは違うんだけれども、うん、遺言状を書いたの、ノーベルさんが。ノーベルが千八百九十五年のこの日に。うんうん こういういいいななの,あの,あのやってくださいみたそれでノーベル賞決まりまして、はい、よかったね,ね日本のね現場あの本当にああいうのはう被害者がずっともう、うん、7何もう79年も十9年十九年も訴え続けて訴え続けてんのに、うん、今がねこうソビエトとウクライナとかいろんなところがねあとは本当北朝鮮なんかも核をひけらかしてやってるでしょ。日本 全体地球を守んなきゃいけないのにさうん、うん、世界のね有名な指導者は何をやってるんだまあでもノーベルさんはね、うん、一応その爆弾とか作って、うん、その,あの富をねこのノーベル賞に使ってくださいっていうんで本当にあに今回ねこの受賞っていうのはノーベルさん自身がすごい喜んでじゃないかなと思いますいたもんね。ううだねかからやっぱり、ねうん、経済的なな国のこう儲かるのようなの儲るよに 考えてああいいことやったんだよね。戦争させれば儲かる国があったりしてね。本当にね心痛めております。私もそうだね。背伸どころじゃないの世界平和のこと考えると。まあでもこの時期はねちょっと背伸びも考えてますからね。あのお店のこともあります。ありがとうございます。いいですよその考えは。映画見ました。映画また見ました。あなたのお見取りと最後の乗客。本当見てるよね。仙台出身の監督あそうですか。でね。 昨日昨日,昨日見たんだけれども、うん、あの監督さんが舞台挨拶をしてね、はい、で私自身もほらあの義理の母をあの気仙沼の、ね、あの時被災したもんだからうちに連れてきてうち、うん、で。 見とったじゃないですかやっぱり病院にいたくないって言ってうん、うん、このお見取りもお父さんが末期、うん、がんだったのがうち、ん、で帰りたいって言って連れてくるんだけどお、うん、お母さん85年お父さん92さん父がかなな、うん、介護なのよそれで一応お見舞いに行ってみたら、うん、そこでほら浴槽を持ってきてさ のヘルパーさんっていうかそういう関係の人が千まっこいところにお風呂場作って抱えてお風呂に入れてねああ気持ちいいってねそれがテキパキとやるのを見てさそれでこれは映画になると思ったんだって <laughs> だから最初はそのシーンから始まるの <laughs> ねそして「いや感激した一日何件もあるんですか」だなったら、ね「78件もあるんです」なんてもうもドキュメンタリー,ー映画なのよ。 でうちなんかもね本当に毎週体拭いてくれる日毎日ね体拭いてくれる人お医者さん来るわ本当に毎日ぐらいに看護師さん来るわで全部やってもらったのね。 だからその日本のねほんとにあのおもてなしがねでね、うん、お母さんが言うの「この人たちがこんなふうに一生懸命やってくれるのにあの給料安いのよね給料安いのよね」ってお母さんがねうんと心配するの、うん、でも本当にね大変なのよがあのおみとりっていうのがね。ねうん、ここにもノーベル賞は ただからね当にあの今後私たちもそうだしあなたたちもそうだし皆さんね皆さんぜひぜひ見てもらいてあとねやっぱり病院にはたくないのよ家に帰りたいって必ずねただそうなると家庭でって言うと難しいのよでもそれもうまくねそういうヘルプしてくれる機関の人たちをうまくお願いしてぜひ皆さん なるほどね。自分たちの人生。はい。親の人生ですから、よろしくお願い,いします。まあ、年末に向けてね、うん、あの、こう、集まる機会も増えると思うんでね。ちょっと、こういう映画を見た後に、感想を言いつつ、そういうことをリアルに考えてもらうっていうのは、いいかもしれないね。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございました。また来月、ね、12月ですから。らええー、12月もよろしくお願いいたしますね。お願いいたします。はい。わびすけもよろしく。はい。